久保さん、今回クズのクにしましょうか。カイジのね、トネガのね、ここで勝たなきゃクズだ。ゴミだ。ゴミだみたいなね。クズだ、ゴミだみたいなね。勝つ、勝たなきゃダメなんだみたいなね。トネガーの激たあの、げあの、すごく僕はあのシーンが好きなんですけども、ここまで来てお前ら甘えるのかと。甘いに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 甘えた結果ここにいるんだろうと。ここで甘えてどうする ここで勝たなきゃお前は本当にダメなんだ、みたいな。あれ僕ね、すごく、あの、あのシーン、名シーンだと思うんですよね。なんか、言われたくないことなんだけど、言ってくれるというか、まあ本当にそうだと思うんですよ。僕自身も、多分そのクズみたい、まあ今もクズみたいなもんですけども、まあ、あの、就職活動失敗して、君これでよく就職活動してるね、と。うちの会社、あの、 君バイトでも難しいよとか言われて、もう底辺ですよ。一般社会から、君はクズだよ、ごゴミだよクズだよとは言われないかったですけれども、君バイトでも難しいよ採用って言われたっていう、これ,これは、まあ、遠回しで言うのと、君もう社会に出れないよみたいな。<laughs> バイトでも採用難しいよって言われたわけですから。オートバックスですけど、これは,これはね。 なんでまあ、もう本当に底辺ですよね。でも僕が今底辺をさまよってた時代があるんだけども、今はみんなが憧れるようななんか自由な生活してますけど、単純に勝ったんですよ。人生に勝ちました。それはなんで勝てたかっていうと、めちゃめちゃやったからです。めちゃくちゃやりましたね。めちゃくちゃ勉強してやったし、まあ今もやってる方だと思いますけども、これからもやりますね。 だからね、どっかでやっぱ、あの、勝たなきゃいけないところっていうのがあるのかなと思います。どっかでね、どっかで勝負かけないといけないと。久保さんもね、昔のその塾入るときにね、クレジットカード2枚の枠を使ってね、あの、勝負かけたわけですよ。で、あの勝負がなかったら今ないと思いますしね。どっかで勝負かけて、で、その勝負は絶対勝たないといけないと。言ってらっしゃい。